みなさんどうもこんにちは、ガクです。本日は10月11日からやってくる週刊 FP 予想をやっていきたいなと思います。今週はですね、各国のリーグ戦がお休みで代表の試合が行われているため、木曜日は代表週間の搭載となります。まあ、正直代表って1週間の中で2試合試合が行われるので、対象試合が難しかったり、アジアとかアフリカからなかなか来なかったり、予想が難しいんですけど、そんな中でもがっつり予想を持ってきましたので、ぜひ最後まで見ていただいて、ちょっとでもいいな、ワクワクしたなって思ったら、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。では行きましょう、レッツゴー。で、まずはですね、先週のリーグ週間の振り返りになるんですけど、前回は11名中6名正解でした。まあ、正解率としては悪くないんですけど、ボーエン、ブオナノッテ、三笘さん全員外したのが悲しかったです。そしていつもだったら日本人選手の活躍コーナーに行くんですけど、今週は日本代表について触れさせてください。現在ワールドカップアジア最終予選を戦っている日本代表ですが、サウジアラビアにアウェーで2対0の勝利、なんと3試合連続無失点で最終予選3連勝でございます。いや、すごすぎませんか。ちなみにこのサウジ戦、相手監督がマンチーニで、アシスタントコーチがヤヤトゥーレなのも話題になりましたね。ヤヤトゥーレ出てくるのが一番怖いってコメント笑っちゃいましたね。で、こちらがですね、現在のグループ C の順位表。いや、ガチで日本強すぎませんか。得失点差も圧倒的で、グループ C 単独首位となっております。そんな中ですよ、今晩19時35分からオーストラリアとの天王山。まあ、この動画がですね、試合前に投稿できてるかわからないですけど、僕も生配信で見る予定なので、一緒に応援していきましょう。ということで、ここからポジション別予想見ていきましょう。まずはゴールキーパー。ちょっとね、今週イレギュラーのピックアップとなりました。というのも、今週はですね、セルビアのライコビッチをピックアップして PK ストップするなど活躍は十分なんですけど、実はこのライコビッチ現在イーフと非搭載なんですよね。まあ、少し前まで普通に搭載されていたんですけど、アルイテハド移籍したことによって非搭載となってしまいました。じゃあなんで選んだんだって思われるかもしれないんですけど、今週のゴールキーパーはね、なかなかこの選手っていう選手がいなかったんですよね。活躍としては十分でも、写真がなかったりとか、他の選手をピックアップしたり、なかなか噛み合わなくて、まあ、そんな中でも活躍で言えばライコビッチかなと思ってピックアップさせていただきました。まあ、代表に選ばれてることから、近いうちに再搭載はされると思いますので、再搭載からの即週間ってパターンは全然ありえるんじゃないかなって思ってますね。そしてお次はディフェンダー4名ピックアップ。まずはイスラエルに勝利したイタリア代表のディロレンツォ。ドッピエッタで MOM に選出されました。ラスパ通りのフリーキックからのヘディング完璧でしたよね。ちなみにこの試合、現在指名契約でも登場中のダニエル・マルディーニが代表デビューを飾って、イタリア史上初めて3代続けての代表選出となりました。いや、おじいちゃんもイタリア代表とかかっこよすぎませんか。で、ディロレンツォはですね、直近だとセリアのリーグセレクションに搭載されました。通常は右サイドバックですけど、今回センターバックでの出場だったので、センターバックへのポジション変更は入ってくると思いますね。エアバトルのスキル追加、そして週間ブースターエアリアルがついてやってくるんじゃないかなって思ってますね。スピードもあるし、しっかり当たり枠になってくれそうです。そして2人目はモロッコ代表ハキミ。で、そうだ、ちょっと一つ遅くし忘れてたんですけど、代表週間が来るときって、まあ、9割ぐらいはヨーロッパなんですけど、たまにアフリカとかアジアから選ばれるんですよね。まあ、アフリカ勢の可能性っていうのは結構低いんですけど、ビッグネームは選ばれがちなので、今回ハキミピックアップさせていただきました。中央アフリカとのアフリカネーションズ予選で、ウナイのヒールでのアシストを左足で完璧なコースに流し込んでましたね。約1年前の週間はこんな感じ、左足でのゴールだったので逆足の強化は入ってくると思います。そして3人目はイングランド代表トレント・アレクサンダー・アーノルド。イングランドはこの代表ウィークで2試合やって、ギリシャに負けてしまうも、直近の試合でフィンランドに勝利してますので、まあ、おそらくフィンランド戦が週間対象になってくるんじゃないかなって思ってますね。で、この試合でいうと、ゴールを決めたアーノルド、ライス、グリーディッシュあたりが候補になると思うんですけど、もうあの直接フリーキック見せられたらアーノルドになっちゃいますよね。今回アーノルドは左サイドバックでの出場だったので、初めての左サイドバック登録、そしてフリーキックブースター持ちでの搭載になるんじゃないかなって思ってますね。アーノルドって意外と純粋なサイドバック登録の習慣って来てないですし、今回左サイドバックで来るということは唯一の左サイドバック適性がついたアーノルドになりますので、なかなかにレアな搭載になるんじゃないかなって思ってますね。来てくれることを祈って木曜日待っていきましょう。そしてディフェンダーラストはオランダ、ドイツ、注目の一戦からシュロッターベック選ばせていただきました。まあ、正直
けこの試合からは代表戦列デビューとなったレベリングを選びたいんですけど、現状イーフトには非搭載ですし、おそらく今までも搭載されたことないんですよね。というところで今回は決勝点アシストとなったシュロッターベック選ばせていただきました。まああれはシュロッターベック狙ったのかわからないですけど、結果的にはアシストになってましたね。で前回はですね、7月に同じく代表週間で選ばれてました、まあ、割と近い日付での搭載ではあるんですけど、未所属組は代表でしかチャンスがないので十分選出もありえるんじゃないかなって思ってますね。ヒールトリックのスキル追加と予想します。でドイツ代表でいうと土曜日にボスニアとの試合も行っていて、その試合ではシュツットガルトのウンダブが2ゴールで MOM に輝いております。ワンチャンこっちの試合が週間対象になった場合はウンダブの初週間の可能性かなり高いんじゃないかなって思ってますね。ということでこっからミッドビルダー見ていきましょう。まずミッドビルダー1人目はウクライナ代表ムドリク。ジョージア戦で切り込んでからのミドルシュート、値千金の決勝ゴールを決めました。前から奪ってのゴールだったので、フェイシングとミドルシュートのスキル追加入りそうですよね。あとはですね、今回左ミッドフィルダーでの出場だったので、おそらくインサイドレシーバーからプレースタイル変わるはずなんですよね。2列目からの飛び出しとかになればだいぶ扱いやすくなりそうですよね。昨年の11月に指名契約できてから約1年、週間としては初搭載、ついにムドリクがやってきてくれるかもしれません。そしてミッドフィルダー2人目はスペイン代表スビメンディ。デンマークと戦ったスペイン代表はシュート25本放つも守護神シュマイケルの牙城がなかなか崩せない中、試合を決めたのはスビメンディの一発でした。このゴールがスビメンディにとって代表初ゴールとなりました。で直近ですね、搭載されたハイライトこんな能力でしたね。ゴールシーン見る感じワンタッチシュートとミドルシュートはついてきそうですし、スピードやフィジカルが伸びてきてくれたら激アツになりそうですね。そしてラストはポルトガル代表ベルナルド・シューバー。いやまず一つ言いたいんだけどさ、またロナウド決めてますわ。もう鉄人すぎるでしょ。あのゴールはね、レオンの突破がヤバすぎましたけど、しっかりそこにいるロナウドもすごすぎるんですよね、まあ、前回のね代表ウィークでも選ばれてましたので、今回はピックアップから外したんですけど、またロナウドチャンスが来てるってことは頭の片隅に入れておいてください。もう毎回すげえよ。まあ、その上で今回は DMF バグ強化予想ベルナルド・シューバーさせてください。いやあの先制ゴールブルーノの落としも完璧でしたけど、結構なゴラッソでしたよね。で以前ですねバグ強化できた時はこんな能力でした。まあ、おそらく能力はこんな感じで、まあ、ダイレクトでのシュートだったのでワンタッチシュートの追加になるんじゃないかなって思ってますね。まあ、この選手もスピードとフィジカルが今回どれだけ上がるか次第ですけど、まあ、バグ強化ってだけで安定の当たり枠になってくるので期待できる選手の一人だと思っております。そんな感じですかね。で今回はピックアップこの3名にしたんですけど、期待枠のアフリカ勢なかなかに懐かしい選手たちがいるんですよね。まずはコートジボワール代表のケシエ、シエラレオネ戦で2ゴール、確か先週のアップデートで再搭載されたばかりですし可能性はありそうですよね。あとはセネガル代表元リバプールのサディオマネ、マネも今は代表でしか搭載チャンスがありませんので、どちらかが来るだけでも話題性は結構あるんじゃないかなって思ってますね。あとはですねアーノルドが来た場合選ばれないと思うんですけど、イングランド代表のグリーリッシュなんかも密かに期待はしてるんですよね。最近なかなか周回選ばれてないので来てほしい選手の一人です。であとそう最後もう一個いいですか。ロナウドと同じ鉄人枠で言うとクロアチア代表モドリッチ、スコットランド戦でマン・オブ・ザ・マッチの活躍、モドリッチしかりロナウドしかり怪我せずにまだまだ最前線で活躍し続けてるのやばすぎますよね。まあ、モドリッチに関しても割と最近ね代表週間で選ばれた記憶があるので期待枠にしましたけど、期待枠にもたくさん楽しみな選手はいますね。ということでラストフォワード見ていきましょう。フォワードはですね3名ピックアップ。まずはハンガリーからソボスライ、ボスニア戦で左ウイングで出場して PK 含む2ゴール、これ結構期待できるんじゃないかな。もともとがこんな感じのセンターミッドフィルダー登録の選手なので、ウイングになって瞬発上がってきたら結構面白そうですよね。僕の予想としてはウイングストライカーにプレースタイル変更、シュートプラス3のブースター、逆圧精度最高、 PK キッカーのスキル追加、最低でもこのぐらいは来るんじゃないかなって思ってますね。まああとはサプライズでダブルタッチまでついてきてくれたら完璧なんですけどね、習慣はスキル追加できないのでダブルタッチさえあればってパターンがどうしても多くなっちゃいますね。そしてフォワード2人目はオーストリア代表アルナウトビッチ。ハーランドやセルローと擁するノルウェー相手に2ゴール、先制点の
のミドルシュート完璧でしたね。 CL 週間で登場した時はこんな能力、フィジカルに優れた高身長ストライカーとなっております。そしてラストはベルギーとフランスの一戦からフランス代表コロムアニ。この試合の MOM は再三チャンスを演出したバルコラでしたが、バルコラは新シーズンすでに週間選出されていることも考慮して今回はコロムアニ予想で行かせてください。ディーヌのクロスも極上でしたけど、決めきるコロムアニもさすがでしたね。でコロムアニはこんな感じでスピード、足元、フィジカルを持ち合わせる新環境にもマッチしたストライカーになってますね。今回エアバトル、PK キッカーあたりのスキル追加になると思います。ハイライト見た感じプレイスタイルの変更はなさそうな気がしますけど、サプライズでラインブレーカーとかできてくれたら結構当たりの存在になってくるんじゃないかなって思ってますね。で期待枠で言うと、先ほど触れたロナウドにトルコのアクティルコールがセンターフォワード出場で1ゴール1アシストの大活躍。確かロナウドと同じタイミングで大型アップデート直後に搭載されているので登場頻度を考慮して期待枠にしましたけど、センターフォワード登録で来てくれたらフィジカルなんかも強化されて今まで以上の当たりになるんじゃないかなって妄想してますね。はい、ということで最後の11円ピックアップこちらになります。まあそうね、最近の習慣って感じの匂いはしますけど、この中で言うとアーノルドなんかが面白い能力強化で来てくれたら引きたくなる方も多いんじゃないかなって思ってますね。ということで今週も週間 FP 予想を見ていただいてありがとうございました。週間 FP が来る限りはこの予想も毎週しっかりやっていきますので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。